ママカックスはアメリカ合衆国のモデル、障害者の権利活動家。ニューヨーク市にキャスミー・ブルタスとして生まれたが、ハイチで幼少期を送る。14歳で骨肉腫及び肺がんと診断され、余命3週間を宣告される。2年後、股関節置換術の失敗により右足を失った。彼女は後に自信を取り戻すのに数年かかり、 数年間義足であることを隠したと証言している。彼女は国際関係の学士号と修士号を取得。18歳の時に車椅子バスケットボールに出会う。2016年9月15日にホワイトハウスに招待され、バラクとミシェル・オバマによるファッションショーに出演。当時、彼女は勉学を終えるまでの間、ニューヨーク市長の事務所に勤務していた。2017年に、 ニューヨークのモデルエージェントのようモデルスと契約。彼女は2018年のニューヨークファッションウィークでデビューし、美のスタンダードの変革を目指したベッカ・マキャレンのデザインによる水着を披露し、その年、ジリアン・メルカード、チェルシー・ワーナーと共にティーイン・ボードの表紙を飾った。2019年、オライシャによる日焼け止めの市場キャンペーンの顔として採用される。また、 リアーナが立ち上げたブランドフェンティビューティのショーにも参加。その年の10月には車椅子でニューヨークマラソンに参加することを表明した。2019年12月にロンドンの病院に入院し、激しい腹痛と肺の血栓に苦しんだ。しかし、病状は回復せず、病院で死亡。ありがとうございます。